A の値が変化するとき、放物線 Y イコールなんちゃらかんちゃらの頂点か。P の軌跡を。頂点って言ってるやん。もうめっちゃ簡単やん、ほんなら。頂点って言ってんねんから、平方完成したいんでしょ。ということで、平方完成しましょう。Y イコール、X マイナス 2A か。の2乗マイナス 2A2 乗したら 4A の2乗やから、こうですか？え、できてしもうたんですか？で、とりあえず点 P を、まあ、ラージ X、ラージ Y ってするやん、いつも通り。軌跡やねんから、X と Y ってするでしょ？ほんで、頂点の座標。こいつの頂点の座標。ちょっと書く順番間違えましたね。先に点 P のことを書いときゃよかったか。とりあえず、まあ、軌跡って言われてるんで、まず一旦こうな。で、そこの場所が頂点やっていうことなんで、頂点の座標を出してみると、2a と、あ、ちょ、ごめん、2乗抜けてるわ、これ。マイナス 4a の2乗、マイナス 6a やろ。ほな、要は、x 座標が 2a で、y 座標が、マイナス 4a の2乗、マイナス 6a ってことじゃないの。あとは、じゃあ、これで、a を変えたらいいんでしょ。1個目の式から、a イコールにしてあげたら、2分の 1x や。じゃあこれをここにはめ込んだらいいんじゃないんですかっていうお話です。ほなこれで y イコールマイナス 4×4 分の 1x の2乗が消えてしまうんやね。 x の2乗で、次のやつもマイナス 3x なのかな。ということで、よいしょ、一応小文字の方に戻しておきましょうか。はい、こんな感じ。これで終わりじゃない？軌跡を求めましょう。これでいいんじゃん。こういう二次関数になるよっていう話や。で、いいよね。終わり。